今回はですね、井上尚弥さんの、性格を見ていきたいなと思います。井上尚弥さんの性格を診断していきます。井上尚弥さんは天から才を与えられ、常にトップを歩むリーダー的な性格です。独立心があり、創造性があります。明るく元気で人を引きつける魅力があり、多くの人を率いていきます。野心家で行動力があり、人を支配することに快感を得ていますが、その一方で面倒見がよく、困っている人がいたら放っておけず、自分がたとえ不利と分かっていても助けてあげる優しさもあります。普段はおおらかな性格ですが、機嫌が良くない時も割と多く、気に入らないことがあると人が一変、気が済むまで相手を攻撃します。その激しさに周りを驚かせますが、しばらくすると何事もなかったかのようにケロッとしています。自己中心的ですが、そういう人だからと憎まれることなく、みんなから愛されます。協調性があり、人当たりがいいのでみんなから好かれます。中途半端に人に頼るようなことはせず、自分のことは自分でやるといったしっかりとした面があります。人には優しく、自分ができることはとことんやってあげようとします。中には他人のことばかり構いすぎて、自分の才能を生かしきれずに終わってしまう人も多いようです。知的好奇心が旺盛で、新しいものを知ることが何よりも楽しいことです。頭が切れ、知識も豊富で、いろいろなことを考えますが、いざ実行するとなると躊躇するところがあります。理想ばかり先走って、経済的な感覚を欠いてしまい、社会と溝ができることもあるので注意しましょう。人との関係を大事にして、感情表現が豊かで親しみやすく、誰に対しても態度を変えることがありません。上品で豆で、きちんとしていて、人に不快な思いをさせることはないでしょう。欲は少なく、趣味や遊びを重視して、楽しいことをして人生を送りたいと思い、難しいことにチャレンジすることは滅多にありません。ただ素晴らしい潜在能力があるので、やりたいことを始めてみると成果はすぐにはっきりと出てきます。地味にしていても次第に華やかさを増し、家族は安泰で幸せになります。執着心がなく、大切なものだけを身の回りに置き、あとは手放します。周囲に流されず、マイペースで明るさがあって、常に前進するので、大きな成功を手にするでしょう。はい、以上が井上尚弥さんの性格を、今回はですね、井上尚弥さんの性格を診断しました。